平面四角形化学において平面四角形分子構造とは1個の原子とそれを中心とした平面四角形の各頂点の4原子からなる分子構造のことである直線形分子の中には2個の配子が孵化することによって平面四角形分子になることができる作体がある例えばオークル2体は塩素が孵化することによって平面四角形の 多くる四体を与える。原則的に平面四角形構造は四面体形分子が平坦化することによって形成する。四面体形と平面四角形との相互変換は四面体化合物の異性化を目的とする分子内経路で与えられる。この経路は炭化水素では速やかに起こらないが、四面体形ニッケル作体では可逆的に起こる。 八面体系と平面四角形の位子上分裂八面体系分子の Z 軸から位子をそれぞれ除去すると XY 平面に4個の位子が残ることがある。D8 作体では平面四角形構造の結晶上分裂パラメーターは八面体系構造のそれから誘導することができる。Z 軸上の2個の排子がなくなることにより DZ に軌道のエネルギーが低くなり、 残されたデラックス 2Y に軌道のエネルギーは高くなる。したがって D8 作体では EG 電子がタイになって DZ2 を占めデラックス 2Y に軌道が空になる。これらの化合物は通常16個の値電子を持つ。多くの化合物、特に繊維金属作体は平面四角形構造をとることが多い。気ガス化合物では z f 4がビスプリロンによって 平面四角形構造を取ることが予測されている。平面四角形構造は D8 金属錯体で最も普及しており、これには RH, IR, PD, PT, そして AU が含まれる。有名な例には抗がん剤のシスプラチン、PTCL22 とカルボプラチンがある。均一系触媒では、例えばウィルキンソン触媒や、 クラブトリー触媒のように静止状態で平面四角形構造を取るものが多く存在する。その他、バスカ、作体や材イゼジオなどがある。また、平面四角形構造で安定化する、イイシもある。GL、ミスラー &DA、タル、インオーガニックケミストリー、ピアソン、プレンティスホール、ISBN0 から13から035471から6。ありがとうございます。